はい、どうもことです。今回ね、昔バンドやってた頃の知り合いに、ゆるーくバンドしないかって誘われてるんですけども、もちろん僕のことをギタリストとして誘ってると思うんですけど、そこでドラム叩きたいねんけどってお願いしたら、どういう反応するのか見ていきたいと思います。なんか都内のマンションの一室に、ミュージシャンの隠れ家的な場所があるらしいんで、ちょっと楽しみですね。もうちょっとで着くんで、向かいます。ここやな。やば。めっちゃいいやんか。お疲れっす。やばい。すごいな。こんな感じでーす。なんかすごいアジトみたいな、隠れ家みたいな。アジトみたいな。へえー、すご。やばい、加工が。加工が。いや、マジでベースの木はね、超ある。音変わる。めちゃめちゃ変わる。俺もね、結局さ、あれね、言ったやつがね、それっぽいこと言ってるだけなんじゃないかって。俺ピックアップと、いや、俺もそれはめっちゃ思う。アンプとエフェクターがすべてじゃないけど、その割合がすごいでかい。いや、俺それね、論破できるの今。マジか。聞こ聞こ。ネタ一個でこれ。ちょっと特殊なベースだったの。あのさ、アグの時使った白いベース。覚えてるよ。あいつ。ベースのくせにマホガニーなのよ。はい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 。特殊ギターでさ、ボディーないやつとかあるの、なんかスカスカなやつ。あれも別に理にかなってると思うのよ。サンプルとかも使って、国産なの。すごい。で、そこがすごい気になって、で、その池袋のその楽器屋さんに3本入荷しますっていう情報を聞いたの。で、その時俺もう決めてたのが、多分トミー、その同じメーカーの同じ形してるやつを3つ引き比べた時に、うわ違うなってなる、絶対に。アコーギくらいしか分かんない。でも好みだけどさ、な広がりとか。あ、トイレかい。いや、トイレ上からちょっと下めちゃくちゃない。あそこあり得る。あ、ここに曲書いてるの、ここのために勉強しようと思って。あ、作曲してるの今。すごい頑張ろうとして。で、そう、うち、あ、そう、あ、だから、あれ、一個お願いがあってさ、めっちゃ、めっちゃ無茶やねんけど、最近ドラムやり始めて、お前。お、じゃあ、ちょっと、やってもらおう。やってもらおう。あ、いいよ。でもね、ドラマ、今、ドラマ見つかってないの、探してるの。いや、ないでしょ。え、なんだ、ドラマ。ドラマなんて、なかなかいないでしょ。もし見つかってないなら俺はドラムやってもいいかなっていう。わー、おもろいよこれ。何それ。いやいやいや、だってギターしか言いたいよね。でも多分まこっちゃんの YouTube 的にはおもろいじゃんね。バンドとしては嫌だけど。変な演奏でも OK みたいな。こないだ俺ゲーセンのドラムマニアとか今めっちゃやってて、いやいや、フルコンボとか出しまくりやから、多分マジいけると思う。いやいや、やめてよ。もう音楽やってるけど、ドラムマニア俺めっちゃうまいから、ドラム叩けるぜって。やばい、やめてよ。マジなし。いやでもちょっとね、聞いてみたいよ。ちょっと、じゃあ腕前見てみよう。腕前見てみよう。え、これ全部音出す、出せるよ。あ、ちょっとこれ採用試験。採用試験俺取ったらいいわ。あ、いいよいいよいいよ。いや、いいよいいよ。3ピースで、じゃあトミーギターいやいや、やばっ。ああいうことしか弾けん、俺。いや、なんか言ってみるっていうドッキリでした。どういうこと。ドラムやるって言い出したらみんなドキッ。ドッキリなんそれ。あれ俺は分からなかったわ。トミーがなんか喋り方変わったから、あ、気づいて動画用の発声からやっちゃうのみたいな。なんだ、嘘かな。